え皆さんどうもこんにちは初めまして、えー、映像プロデューサーのディットと申します、えー、アルファベットでですね L I T と書いてディットと申しますどうぞよろしくお願いいたします。 はいといとうわけでまず、ですね一番初めに、えー、本当にたくさんあるねこの映像クリエーターの方々の動画の中から、えー、僕の動画を見つけていただいて本当にありがとうございます、えー、非常に感謝しております、このチャンネルでは一体どういうことを皆さんにお伝えしていこうと思っているのか、そして、まあ、この趣旨というか、目的っていうところも、えー、この動画の中でお話ししていければなというふうに思っております、えー、ぜひともですね最後までご視聴いただければ幸いでございますどうぞよろししくお願いいたします。 はいといとうわけでですね一番初めに皆さんにお伝えしたいことっていうのはまず、なんで今頃 YouTube を始めたのかっていうこと、まあ、あまり興味がないことかもしれませんがちょっと軽くだけちょっとお話しさせていただければなという,ふうに思っております実はですね僕が映像クレーターを目指したの目指し始めたのはですね約4年ほど前になりますですのでまだ全然そのベテランとかそういうわけでもなくていろいろな仕事を実は今までやってきたんですね まあ、それので僕のこう経歴なども、えー、このチャンネルの中で、えー、およい話させていただけたらなというふうふに思っているんですが今この時点でお話しても誰も僕のこと興味はないと思いますのでちょっと今回の動画の中ではちょっとそれは割愛させていただくとして、えー、ただ、ですね、えー、非常に面白い経歴をたくさん持っております、えーまあ、ちょっとなんか人によってはその参考にしていただける方もいらっしゃるかなとも思いますので、まあ、ちょっと様子を見ながらですね、えー、僕の,その経歴のことも今後 お話ししていければなというふうに考えておりますのでどうぞチャンネル登録よろしくお願いいたします <Lit> それとですね非常にこの YouTube の中でですね、えー、ものすごく数多く、うん、このチュートリアル動画こういったものがもう本当にもう出回ってますよね本当に素晴らしいチュートリアル動画がもう たくさんあって、それでもう本当にもう有料級ですよね、どのチャンネルを撮ってみても、もう今すでに、それでこの映像クリエーターっていう仕事って、えーまあ、自分がこうやってきてみて思うこととしてですね、はっきり言って、ですね誰でも慣れちゃうんですよね、それで副業っていうレベルからスタートすることが十分できる職業なわけなんです。 っていうののはですねやっぱりその撮影で出かけるとかというとやっぱ現場でないといけないとかですいろいろありますが、まあ、映像クレーターというといろんな職種があるわけですね例えばビデオグラファーも,これも映像クレーターの 1, 人1つの職業ですしで、まあ、編集者になるという。 ね、そういった道もあります、まあ、いろんな道があるわけなんですね、まあ、要は何が言いたいかというと、えー、その場所に行かなくても仕事として成り立つことができる職業の一つであるということ、えー、これが非常に大きなあ皆さんの,そのこれからの人生の上でのアドバンテージになるのではないかなというふうに思っておりますで、えー、僕も実際ですね、えー、今もうすでに四十六歳という <laughs> 年齢なんですが四十二歳の時に転職してで今 この映像プロデューサーという仕事をやっているわけなんです。で、まあこの映像クリエーターの方々というのは、この YouTube を見てる限りでは、非常にお若い方が非常に多いなという印象があるかと思うんですね。 まあ、おそらく YouTube で発信されている方々が、えー、特にその若い方が多いのかもしれないしで、まあ、本当に若い方々の,その感性の鋭さだったりとかですねあと本当になんてううんでしょうねそのストーリー、まあ、企画の立て方だとかあと、まあ、こういうい映像をくれただけではなく、まあ、いろんなその例えばバラエティ関係だったりとかあと、えー、ああいうエンタメ系の YouTuber の方々とかもですね非常にその企画が、ね、もうもうすごい。 すすごいですよねもう映像クリエーター並みに編集の技術が非常に上がっているわけですよね。 でも本当本数年前と比べるともう全然違う編集になっていて、えー、サムネなんかもそうですよねサムネイルも本当にただ、あのー、何だろうなんか,なんかキャプチャーしたようなものがぽっとこ出てたっていうのが本当10年ぐらい前って本当そうだそんなのしかなかったと思うんですよところがこのたった、えー、数年の中でですね、えー、非常にその撮り方とかも、えー、写真の撮り方サムネイルの撮り方などもお本当にすごく勉強されていてそれで、えー、中に入れるその タイポグラフィー、い、まあ、要は文字だったりとか、そういったものも、まあ、デザインというふうな観点の中から、えー、すごく洗練されたそのチャンネルというのもたくさん出てきているわけですよね。ですので、まあ、この映像クリエーションというのは、えーまあ いろんな職業ががそここでで成り立ってくることができるとき、まあ、要は YouTube という大きなプラットフォームが、えー、動画プラットフォームがあるので、まあ、他にもねニコニコ,ニコニコ動画だったりとか、まあ、いろいろありますけれども、まあ、そういったものが普及していけばいくほど、まあ、その映像を見る機会が、えー、機会。 あるいはその人たちが増えるということも当然そうなんですけれども、えクオリティとして、えー、そのスタンダードがどん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 レベルが上がっていくということも考え十分に考えられるわけですよね、これから先。で、で今、えー、この映像クリエーターっていう道をお目指された方、目指されている方、えーまあ、セカンドキャリアの方もいらっしゃるかもしれない、まあ、セカンドキャリアというのは副業ですね、副業の方もいらっしゃるかもしれないし、まあ、メインでこの仕事をお仕事として、なりわとして生活してらっしゃる方もおたくさんいらっしゃるかと思います。 で、まあその、そもそもですね、まあ、いきなり映像クリエーターになるというな中で、まあ、どういうふうな、えー、手順を踏んで,です、ね、やっていけば、まあ、一番、うん、早いのかなと。 実際、まあ、自分が例えば今から、今まだ映像クレーターやってなくて、今から映像クレーターをやっていこうってしたときにです、ね、今から振り返って考えたときに、どういうふうな手順を取っていって、どういうふうなこと、どういう勉強の仕方をして、でまあ、どういった機材から集めていってとかですね、まあ、そういったところっていうのが、まあ他の映像クレーターの方々も、こういった話っていうのは、たくさんされている方いらっしゃるかと思うんですけれども、僕のこのチャンネルの中では、まあ、ちょっとある一種、ちょっと,と特殊な えまあ映像クリエーションだけに限らず、いろいろなその幅広い、今、これから2021年、YouTube で幅広いことをやっても、なかなか難しいということは十分分かった上でで、僕は単純にですねまあこの YouTube の,のチャンネルを通して、同じ映像クリエーションのをができる仲間を,をたくさん作っていきたいな、そんな人たちと何か一緒に関わって、何かクリエーションしていきたいなっていうふうに考えて、今、この YouTube を始めたんですね。これか えと昨年度、2020年の12月の中旬に、さあ、やるぞということで、ですねまあたまたまこの後ろにある、この FX6、これはえっとソニーからね、ソニーさんから出たシネマカメラなんですけれども、昨年度、それこそ12月の11日に発,表された発売されたシネマ機です。で、これをまあちょっと入手したというところも、ちょっと後押ししてくれて、ですね YouTube 始めようじゃないかということで、今、このチャンネルがスタートしたというふうな、そういう なれで、このチャンネルを通して、ですね、えー、いろんなその映像クリエーションができるその仲間を集めていきたいなっていうふうに考えておりまして、えー、というと、ですねまあ、何かこう人集めて、こうなんか塾みたいなものをこうなんか売ろうとしてるのかなとか、まあ、有料コミュニティ作ろうとしてるのかなとかっていうふうに思われがちなんですが、今のところ、一切そういうことは考えているわけではございません。えー 本当に純粋にですね、えー、全国に、えー、その映像クリエイターの仲間がいると。 ななかなか、ね、すごいことがでできちゃうんですね、まあ、いろんなそういういアイデアがあって、まあ、そういうアイデアも含めて、このチャンネルの中で皆さんにお話しして、こう一緒にシェアしていければなというふうにこう考えておりますで。何もそれを僕がやる必要もないんですけれども、他の方がもしねあの僕のこのチャンネルの中での話、今後、どういった展望があるのかということもお伝えしていきたいなというふうに思っているんですが、まあ、その展望を聞いた中で、ですねあそれだったら俺がやろうかなということで、まあ、手を挙げられる方もたくさん出てくると思うんです。思う,というか まあ、分からないですよ、分からないんですけど、まあ、そういう方もいらっしゃった場合、まあ、その方が別にやっていただいてもいいと思ってるんですよね、まあ、誰かがやってればいいし、えーまあ、たくさんいればいるほど、まあ、この日本国内のですねこの映像クリエイターの,そのコミュニティというのがすごくこう結束が強くなって、まあ、本当にこう世界を圧巻するようなそういうコミュニティなんかができれば、本当にこ,うこんな楽しいことないよなとかっていうふうに思ったりもするわけです。とははいいえですね、えー、その映像プロダクションっていっっっててたたものを、えー、僕は作りたいなって思って わけではありません、まあ、そういう映像プロダクションというのは今もうすでにえありますよね。まあ、電通さんとか博報堂さんとかがまあ提携されているようなまあそういった大手のえー映像クリエー,ーション会社っていうのはもうすでにもうたくさんあるわけです。で、えー、そういった形というよりかはえ今本当にこの「個の時代」というふうに言われかけてからもう本当数年経ってるわけなんですけれどただまあ 今、僕が感じているのは、まあ、その,この時代ではあることは間違いありませんこの時代でこの個人のそれぞれの,その才能だったりとか、えー、ポテンシャルというのをこう発揮できるようなそういう、えーまあ、プラットフォームなどが非常にこう盛り上がっているような時代なわけで、まあ、この時代ということはまあもちろんそうです。 ただしですねもう少しだけ規模感のあるようなこととかっていうのをやってみたいなとか何か少しこの世の中に影響を与えるようなことができるようになりたいなってことになった時にですねやはり子だけの力では非常に難しいなというふうに思っておりますまあ、それを僕個人も痛感してきたこの数年間でございましてそれでですねやはりそのチームで動くというねまあ、社員で動く社員会社として動く っていうわけでではなくてですねチームとして動くっていうことをにこだわった、えー、そういったコミュニティっていうのが、えー、できていけばいいなと思っているわけです。でまあ、よく、まあ、ちょっと使い,なれ使い古された言葉ではありますが、そのウィンウィンっていうふうな関係、えー、こういった関係づくりの中で、どうやって、えー、どういう仕組みを作っていけば、映像クリエーターの人たち、まあ、映像クリエーターも先ほど申し上げたように、いろんな職業が考えられるわけです。えー、例えば、えー、編集をする方、えー、あととはまあ音声さんとか、ね えーまあ、その映像関係でいうとたくさんありますよねその、もちろんビデオグラファーさんもそうですし、あとまあその、えー、デザイナーさんなんかも、映像デザイナーさんなんかもそうですよね、いろいろとその、えー、きれいに、いにですねこの専門的にそのタイポグラフィーなどをこう学んで、こうデザインをしっかりと作り上げることができるそういうデザイナーさんだったりとか、そういった方々も全部含めて、ですね、えー、クリエイティブチームみたいなものができれば、本当に楽しいだろうなというふうに考えているわけでございます。でえー、僕自身もですね もうすでに46歳という年齢になっていて、えー、まあビデオグラファーの方とか、ですね今、YouTube でいろいろと配信されてる方々の年齢見てると、非常にお若い方が多いと思うんですね、20代、30代の方が本当、ほとんどだと言っても過言じゃないのかなという思うぐらい、まあ、僕が見て、見させていただいているその YouTube チャンネル。 の方々はほとんどの方方がもう20代30代の方ばかりですで、えー、僕はもう40代半ばを超えてです、ねえー、これからまあ 50, に50歳に向かってこう進んでいくわけなんですが、えー、50歳に向かって進む、えー、ビデオグラファーあるいは映像プロデューサーの、えー、できることっていうことに特化して何かこう自分ができることが一つでも二つでもあったらいいなと思って、えー、この YouTube を開始することに決めました。Film Lit. はい、というわけで、こういった流れで、この今、僕のチャンネルはスタートいたしましたで、どこまでどんなことをやっていこうかっていうことを、このチャンネルの中で、少しずつお話ししていけたらなというふうに思っているんですが、なぜ、この動画はです、ね、本当にまだ、このチャンネル自体スタートしたばかりで,です、ね、僕に何の信頼性もおそらくないと思いますし、なんかそんな人間が、なんかこういうことをやろうと思っている、ああいうことをやろうと思っているっていうことを言ったところでですね、 うーんってぐらいの感じで終わっちゃうと思うので長い目で見ていきながらですねできるだけその有益と思っていただけるようなその情報なんかとかをこう配信していきながら少しずつ信頼関係をこう深めていくことができればなというふうに考えておりますで、その信頼関係が深まっていくのと並行させて自分が今こういうことをやろうとしている でこういうことちょっとなんか誰か一緒にやらないとかというふうなことを、えー、そこの中で発信していければなというふうに考えておりますのでもし、えー、これから先なんか面白いことやりたいな映像クリエーションを通して何か面白いことをやりたいなって、えー、思っておられる方ぜひともどうぞよろしくお願いいたしますはいで最後になりますが僕のこのチャンネルちょっといろいろとですねまあその映像クリエーション、えー、以外にもちょっといろんな仕事を僕は実はやっておりまして、えー、まあそんな仕事の話の中な,なんかも。 おそらく、その今後、映像クレーターをや。って きたいまあ、自分の好きな例えば映像作り制作だったりとかやっぱり好きでないとできない職業の一つでもあると思うんですねこの映像クリエーターって仕事本当に大変なので、えー、覚えることも多いですし、まあ、結構機材揃えるのにも結構お金かかったりとかするじゃないですかなので好きじゃないとおそらくできないのかなっていうふうにも思っていてで、まあ、好きなことで生きていくなんていうねあのキーワードが結構流行ってここ最近あるんですけれども、えー、好きなことをやるために、まあ、好きなこと好きじゃないこと うもやって当たり前といえば当たり前のことなんですけれどもやっぱりできるだけ好きなことを、えー、好きなことの中でこうパフォー自分のパフォーマンスをこう発揮していけるような環境っていうのをやっぱり作っていきたいじゃないですか、まあ、そういったことも含めてですねいろいろといろんな、まあ、自分が通り通ってきた道の抜け道みたいなもの抜け道っていうか、ねまあ、その裏技とかそんなのはないんですよそういうものはないんですが、まあ、こうやればすごく効率よかった。ここううういうふうにやったこと がすごくこうなしたなこうそうしたなとかっていう風なこととかっていう経験談とかもお話ししていければなというふうに考えておりますので本当にあこれ楽しいなこれやっててよかったな本当俺はこれやってやれて最高って思えるようなそういった環境を作っていくっていうことにも、えー、特化して、えー、このチャンネルの方を運営していきたいなというふうに考えておりますどうぞ皆さん今後ともこのチャンネルの方どうぞよろしくお願いいたします今日はどううもありがとうございました